大阪府羽曳野市にキャンパスを有する四天王寺大学は、聖徳太子の教えである和の精神、利他の精神を教育の礎に、文学部、社会学部、教育学部、経営学部、看護学部の5つの学部と短期大学部で、社会で活かせる専門性を実践的に学ぶことができます。現代社会は AI をはじめとする科学技術の発達する一方で、人々の対立や貧困、差別などが絶えません。四天王寺大学は多様な価値を認め、他者と協調しながら自己の個性を発揮して社会に貢献できる人材の育成を目指しています。将来なりたい職業を考えていたときに、憧れの人を思い浮かべたのが小学校の恩師でした。小学校の先生になりたいと決意をして大学を探す中で、四天王寺大学に出会いました。毎年学校現場を体験できる実習体制や、教員を目指す学生を専門でサポートする先生もいて、教員採用試験の心強い味方がたくさんいます。目標は小学校の恩師です。進学を意識し始めて、将来の仕事について調べていたときに、人に寄り添い支援する社会福祉という職業を知りました。大学と自治体の連携プロジェクトに参加したときに、公務員として人々の生活基盤を支える福祉職の働き方に魅力を感じました。国家試験も公務員試験も、先生やキャリアセンターが手厚くサポートしてくれます。年が離れた弟が誕生して、新しい命に触れたことがきっかけで、助産師という職業にとても憧れました。4年間で看護師、助産師の両方を目指せて、最新の設備で学べる四天王寺大学を選びました。実際の病棟を再現した教室で行う演習は緊張感がありますが、看護学部の先生方が親身になって相談に乗ってくれるので安心です。最短で助産師を目指します。中学生時代の保育体験がきっかけで幼稚園の先生を意識しました。進路選びで大学を調べている時に、四天王寺大学の保育探究演習が魅力的で入学しました。韓国に行って保育文化を知ったり、キャンプで自然と保育の関係を考えたり、いろんな視点で子どもの成長が学べます。大学での全てが保育士になるためのステップだと実感しています。四天王寺大学ではキャリア支援や学生のチャレンジをサポートする制度が充実しています。成績優秀者や海外留学プログラム参加者への多彩な奨学奨励金をはじめ、公務員国家資格試験対策講座など、大学のサポートで学生の夢や可能性がさらに広がります。一人一人が大学で自身の個性や意思に応じた一律でない何かを身につけて社会に巣立ってくれることを願っています。